ありふれた普通の女子高生が犬山たわけだったけん。あれ待って、あれ、え、嘘、たまきさんじゃないですか。たまきさんじゃないですか。え、すごくない？これあれだよね、なんか支援者の方々の広告だよね。え、すごい、たまきさん今日復帰配信だっけ。お帰りなさい、帰りなさい。普通の女子高生が犬山たまきだったけん、普通の女子高生じゃないだろ、男の子だぞ、男の子。こんなところで出会うなんて、なんか、でもこの間ね、ういちゃんと会ってきたとき、よくたまきさんの話してましたよ、ういちゃんが。で、カラオケでさ、僕のシークレット、たまきさんの配信の最初に流れてる歌、ういちゃん歌ってたよ。悪い曲ですよね、本当にね。僕、ベースがね、ドゥッ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 、聞いててすごくね、大好きです。お世話になっております。お疲れ様でした。じゃあちょっと、あ、たまきくーん、ありふれた普通の女子高生が犬山たまきだった件。もう、何なんだろう、この広告。インパクトは強いけどさ、いいのかな、このラノベじゃん、これ。ラノベ。ラノベ広告だ。エルフ。え？ありふれた普通の女子高生が犬山たまきだった件。ありふれた普通女子高生、あ、たまっちゃんってさ、男の子だよね。あ、世界はもしかしてだらけ、いろんな漫画におった気がする。終わった。